1320年時点のブランデンブルク・テンプリン条約は1317年11月24、25日に締結された条約。条約によりブランデンブルク編強白領とデンマークの間の戦争が終結した。ブランデンブルク・シュテンダル編強白バルデマールの軍勢がラインスベルクとグランゼの間のシュールツェンドルーフで戦われた1316年の ブランゼーの戦いで決定的に敗北したため、ブランデンブルクは停戦交渉を余儀なくされたのであった。戦闘から1年後、テンプリン条約が、デンマークをエーリク6世、エーリク6世の同盟者である、メクレンブルク領主ハインリヒ2世、そしてバルデマールの間で締結された。ブランデンブルクは1236年のクレンメン条約で、ポメラニア広国から勝ち取ったブルクシュタルガルトを、 メクレンブルクに割上した。以降この領地はメクレンブルク領に泊まり、1701年よりメクレンブルクシュトレーリッツ公領となる。さらにアルンスベルクアーンズバーグ城を取り壊し、シュラーベシュトルプをポンメルンボルガストに割上した。ありがとうございます。